やっぱりね、二十四時間ってなるとかなりね長い時間なのでね。しかも今年はね、あのストーンズとも一緒やらせていただく。ですね。十十三人ですか？そうなんです。よ十三人でやらせていただくということなのでね、もう盛り上がっていけたらいいなっていう気持ちもありますしね。え、氷あるたいですよ。氷ある？僕場側ジェシーとかとはプライベートであったりとか、あとジュリーとか田中佳紀。先ちゃん結構。 これ多いイメージあるね。うん、そうそう。ストーンズの子たちも仲良くさせてもらってるかな。うん,うん。太ちゃん京本大学？タイガとはなんかうんあのー、ご飯食べたりしましたけど。お父さんと仲いいんだもね。あそうですね。あの,ー、あの京本政樹さ,さんにもすごくもうデビュー前からドラマからが共演。はいはい。中区、うん、の時。 ららいか,らしかねお世話になってますけどもなんかがっつりっていうのは僕はそんなにないのでだから今回これを機に何かこう新しい発見とかねそれぞれなんか僕らもそうですけどあのなんだろう変にこう遠慮せずビビらずさやっぱり6人は6人のカラーとかさなんかリズムで臨んでもらえたらなっていうのとやっぱり力を合わせるところは13人でそして、ねね、スタッフさん入れたこのチームとして何か。 なれればなっていうのと、わとはどうなの。僕はですね、あの、こうくんですね。こうちく。りゅうご地元が近いっていうのありますし。なんか。似てるとかたまに言われるんですよ。似てる。ああ。なんか。顔が。顔が。言われたことがあって。うん。それがきっかけで。なんか。 あでなんかくんが「ご飯行きませんか?」って言ってくれて、うん、今からこの部屋にポスターあるじゃない、はいね、だから、まあ、似てるっちゃ似てるけど似てないっちゃ似てない全然向こうの方がイケメンだからね、うん、そういうのもあるんだけどでも慎太郎はあれだもんね慎太郎君はずっとジュニアで、ね、そうだよねあるし北斗君ドラマすごい出てるしね、うん、それぞれなんかありそうだね他のメンバー、うん、あれメンバーカラーなのかな そうなんだ俺たちもメンバーカーじゃあタイガーと一緒ピンクピンク同士黒がいる黒がいるね<ー>あジュリーは濃い青なんだねうちには濃い青いませんもんね薄い青 <laughs> 薄い青のが珍しい気がするんだけど